ヤマト魂が守ってくれるさ。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、前回ご紹介しました福袋ならぬ墓袋、はい、あちらからね出ましたフィギュア、そちらの方のね開封をしていきたいと思います。2体出ましたのでね、順番にご紹介していきたいと思います。まず1体目がこちら、はい、ナチグロンですね、よし、これをねまず最初に開封したいと思います。はい、一応ねブリスターの状態なんですが、こんな状態で入っててめっちゃ潰れてますねこれはなんだ、これは個体差かなめっちゃ潰れとる、はい、これはもう蓋がこうやってパカッて外れるんで、蓋が二重になっている、すごい、はい、はい、で袋に積まれたナチグロ、はい、うわめっちゃ漆黒やな真っ黒や、これは後ろちゃんとシワが入ってるね、細かいね、ここにもシワが入ってる、重心がこっちってね左に傾いてる感じ、若干こうやって上下で幅が違うんで、これは立つことを目的にこういう足のズレがあるんでしょうかね。そんなことがあった。まあでもこのナチグロンぷよぷよですよね。これぷよぷよはさ、これは確実にナチグロン関係入ってるよね。あの自分ね、大井争奪戦以降見てないんですよね、はい、そっから新しい物語を書き始めたんですよね。なのでそっから先見てないんで、このぷよぷよがねどういう形で登場するのかっていうね、わからないんですよね。でも明らかにナチグロンに似てるんで、自分の予想ではナチグロンの子供一応怪獣だからね、ナチグロン、ナチグロンから出た卵から帰ったぷよぷよ合ってんのかな、もう分かんねえよ。これちゃんとこう稼働するんだね、これね、うん、稼働します、はい、足はもう稼働しませんね。これはソフビなのかな、ソフビっぽい感じなんだけど、はい、いやでもこれかわいいね、うん、これはマスコットキャラクターですよ、はい、はい、続いてご紹介するのがこちら、はい、CCP マスキュラーコレクション、はい、こちらのねスーパーフェニックス、これね発光を見た感じではわからないんでね、ただここにスーパーフェニックス特別カラー溢れる知性バージョンと書いてあるだけなんで、とりあえず中身開けてね、どんな感じか見てみたいと思います。まずね、注意書きっていうか、ご購入ありがとうございますの後にね、一応本製品は PVC 製品のため変形している場合は商品が収まるサイズの箱に入れ、ドライヤーで5分程度全体を温めてくださいというふうに書いてありますね。まあとにかく形が変だったらドライヤーを当てれば治るっていうことですね。はい、これね中身見てください、スポンジで包まれてるんですよ。何この厳重っぽいやつ、これなんか期待しちゃう、嫌がおうにも期待しちゃうね、これね、なんだこれは。
り出すとね、もうまんまスポンジにくるまれてますよ。なんだこの厳重なのは。では早速御開帳。あ、これのこういう風になってんのね、うん、はいはいはい。これが外側のスポンジで、内側のスポンジに見える足、これをペロめくる、さらにめくる、めくる、めくる、めく、きた、やばめのやつ来たな、これ。これちょっとやっべえ、袋から出そう。はい、出ました、筋肉マンスーパーフェニックス、あふれる知性バージョン特別カラー。めっちゃこれすっげえかっけえんだけど。うーわー、もう塗装がメタリックですね、うん、それが特別カラーなのかな。いや、めっちゃこれすっげえ造形、筋肉のこの質感よ、めっちゃすげえ造形で、スーパーフェニックスの模様がねこう入ってて、でお顔、この不敵な笑みね、スーパーフェニックスの、もう溢れるね、溢れる知性だね、もうね、知性が溢れ出ちゃってるよ。うわ、背筋すっげえな、これ。ハンマ裕次郎並みじゃねえか、これ。オーガだよ、オーガ。鬼だな、鬼。うわ、すげえ。もうシャドウの入り具合とかも完璧だね、もうね。もう造形塗装すべて完璧。いや、これはすげえ。かっけえ。いや、これはほんとね、福袋で出なかったら持ってないやつでしたね。持たないやつ。あの、自分的にはね、筋肉マンはロビンマスクか悪魔将軍って決めてるんでね。まあ、でも手に、いざね、こうやって手に取ってみると、いや、これもすげえな、スーパーフェニックスも。かっけえ。はい。いや、これは素晴らしい。これ多分自立はしなさそう。あ、するね。まあ、するけど安定はしないよね。ちょっとなんか怖い。あのね、重さ的にはめっちゃ軽いんですよ。ほんとめっちゃ軽い。いや、これすげえなー。はい。じゃあね、とりあえず回転台座に乗せてね、お別れしたいと思います。はい。いや、今回の墓袋、いや、これ当たりだな。これはもう飾りますよ、スーパーフェニックスは。はい、では回転台座ご覧ください。